刻は6時を回りました。僕はマグカップではココアを飲みます。浦島坂田線の浦田の木です。こんばんは。僕はマグカップでホットの抹茶を飲みます。島です。本当か。僕は梅昆布茶をハマっています。どうも隣の坂田です。僕は最近ホットミルクに蜂蜜ときな粉を入れて飲んでます。瀬名です。いいの。というわけで今週も牛させにぎにぎが始まりました。テンション高。今日は僕じゃないんで。さあ今日は島王ということなんですけれども、うわもうこの人自由になったから急になんか風が外れたライオンみたいになっとる。やってるね。訪問されてる。よろしくお願いします。今日はちょっと島が回させていただこうかなと思うんですけど、やれ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 。さあ皆さん今週も生放送でお送りしております牛させにぎにぎですが、どうですか最近の近況とか、なんかあったりしちゃったりなんかしないんですか。最近は僕と坂田、浦田と坂田がちょっとライブに参加させていただきまして、楽しかったです。まる爪痕残してきた。めっちゃ残してきたよ。残したところじゃない。すべてのファンを奪ってきたぜ。あやばマジで。春ツアーにも来るってよ。おいなんで楽しませようぜ。マジか。期待。いやそれは期待。びっくり、びっくり。ゼロ人ゼロ人な。ゼロ人もっと追ってくれよ。つらい。まあ2人はライブお疲れ様でした。ありがとうございました。千羅さんはなんか最近はどうでしたか、うん、なんか変わったこととか。まあ特になく、新ラーメン作っただけやんな。あ食べてましたね。喉新ラーメン、ね、昨日も話したけど、お前めちゃくちゃしながらラーメン食うのやめろって。めちゃくちゃしてへんねん。噛めやちゃんとラーメンは。どっちかってそっちやねん。どっちかって噛んでないって言われて、昨日も話した。それはもう喉でズゾゾはしたの。ズゾゾはいやズズズもせんかったの。もうじゃあシンプル飲み込みでした。そうそうそう、無音飲みしたんだ。無音飲み。しかもなんかこう歯で噛むっていうよりもう唇でなんか、うん、そうみたいな。そんなんちゃうねんけど。お前くちゃら気にしすぎ。さあはい、さあということで、まあ やっていますけれども、はい、まあ、今日もですね、このラジオ中に皆さんのふつおたとか番組の感想とかもお待ちしておりますので、うん、どしどし、はい、送ってくれればと思います。メールアドレスは uss@joqr.net、 まる X の実況はハッシュタグザキャッチとハッシュタグ牛させにぎにぎ、お言うなよお前。急に来るな。牛させにぎにぎで投稿よろしくお願いします。めっちゃテンション高いんやけどこの人。もうやめようかな。やめようかな。やっぱりお前はでも逃げられん。逃げられない。はい、はい、まあ今日は一日よろしくお願いします。お願いします。はい、それではここで一曲お届けしましょう。今日は島でウィキアリティ。いや。いや。イエーイ。もうどうしようもないぐらいどんに剣入りそうで書かれた呪文に八面玲瑯なその姿になぜだか正義があった気がして、その行く先に体を預けて一切合切思考を休めて、そうしてできたウィキアリティに今日も僕らは住んでいた。家の情報空気またはおっきめの無双、愛称された妖怪法、ただただまに無理はすら最高、希望のノリスと言動言語思考バーチ先導、疑うことを知らぬ人が作り上げた経済健康増上と登場、正義のヒーローは例えるならば思想を見たくあやふやなコンセンサス、生み出す偶像にすがるピーポーシーフォー、見たく強大な形なきその怪物が今に起きそうな瞬間脱退、そのすぐそばに潜んでいた。ありふれちゃった無情に流れて偶然の静さに意味を求めて、言葉のテントが丸を繋いだら何でもそこに息がある気がして、思考の悪にただただ溺れて、なすすべなく怪物に釣られて、人間性に襲わされた地獄への道に張って向かって、だってもうどうしようもないぐらいどんに剣入りそうで書かれた呪文に八面玲瑯なその姿になぜだか正義があった気がして、その行く先に体を預けて一切合切思考を休めて、そうしてできたウィキアリティに今日も僕らは住んでいた。アーティストゾーンザキャッチ、お送りしています牛させにぎにぎ、はい、それではさて今週の企画、うん、こちらをお送りしたいと思います。題して島王、もうな俺が取る。
さあということで、もう決まったようなものなんですよ。俺たちが島王だ。全員で取りましょう島王。3巻いきましょう。前回俺たちが島王だ。あ、自由だなこの人。前回の浦田王に続き、今日は島王の開催です。はい、皆さんから寄せられたいろんな島へ、はい、さまざまな質問に対して、はい、島が何を答えるか、ブラッタ、坂田、千羅の3人が予想します、はい、3人のうち誰が島王の称号に輝くのか最後に発表したいと思います。やった、ついに来た。よろしくお願いします。これはね、実は島くんが俺らを試してるんじゃなくて俺らが島くん試してるけどね。あ、まあそれはあるね。合わせに来いってこと。俺が最初に試していい？うん、誰にとってほしい？あもうね、それはもう、それはもう書いたいやろそれ。あーなるほどね。そっから始まんの。怖い怖い怖い、ね、これだよ。これもこれエキシビション。これ1ポイント入る。これ1ポイント入んの。これこいつだろ、知ってるんだぜ。俺ってば知ってるぜ、ちゃんと。やっぱり仲いいからさ、特にさすがに特に仲いいからさすがに分かってると思う、はい、マーシーは。はい、うん、じゃあ行きますか、せーのドン。全員っすよ。イエーイ、1ポイントゲット。せんのです。こんにちは、どうもしませんのせんのです。イエーイ。あー、帰る帰る。おー、浦田さん帰る。しまさか、開けるな開けるな。6年7年やってるけどね。こっち10年やってるけどね。やめようぜそれ。しま、お前らも仲良くやってるけどね。お前僕なな僕と長いのに取れませんでしたもんね。確かに前回ね。そうだよ、はい、さあ急にちょっとアドリブをかまされましたが、はいはい、まあ、この放送ラジオを聞いている、うん、まあ、視聴者の方からですね、さまざまな問題をいただきまして、うんうん、その中から、まあ、何問か、うん、問いにして、うん、皆さんに答えていただくと、はいはい、いうわけでございますので、早速もう今引きずってまうかも。引きずってまうかも。引きずっといて。好きだった。過去形。待て。そんなんでお前らの愛崩れていいんだ。確かに。ほんまや。ちょっとさ、お前制裁の余裕やめろよ。ほんまや、制裁の余裕かかってきなさい。でもこれでこいつをね、叩き潰せたらクソクソ気持ちいいわ。確かに確かに、それはそうかも。行きましょうか、はい、そういうのなの。殺伐としてる。叩き潰すとか。そうそうそう、取り合わないで。ちょっと意気込みいいですかでも。あ、そうですね、はい、俺まあ今のはちょっと絶対千羅って書きは取れたんですけど、まあ、わざと全員って書いたんですよ。でまあ今回、まあ、これ以外は全部ちぎりでいけちゃうんで、まあ、名前変えます。そしたら1週間ぐらい、あ、その取れたら取れたら島のプリンプリンに変えます。島のプリンプリン、お尻、お尻プリンプリン、島のお尻プリンプリンって名前変えます。わかりました。僕は優勝したら公約、島は裏切り者ってつけます。なるほどね。あ、なるほどね。僕は裏切られたんで、いいですね、はい、確かに、はいはいはい、じゃあ俺は、とりあえず、そろそろ配信しよう。しません、配信ね、優勝配信、優勝したらね、したらね、なるほど、いいね、記念配信、公約が、確かに、そうそう、めちゃくちゃリクエスト来てるからね、来てるよね、本当にね。大事大事、気まずい配信をしてもらおうかな。いや、怖いな。いいね。よし、やりましょう。、はい、さあ、じゃあそんな中で本気よし、誰が取るのか島をということで、はい、一つ目のお便りからいきたいと思います。 OK、 ラジオネームラナさんからいただきました。うん、浦島坂田線の皆様、ラジオをお聞きの皆様、はじめまして、こんにちは。はじめまして。島さんは甘いものが大好きで有名ですが、うん、そんな島さんの中で選ばれた三大甘味があります、うん、萩の月、赤福、もう一つは何でしょうか。お前ね、コロ、あ、いいかげだ、知らね。お前なめんなよ。いやいや、これは俺結構言ってるけどね。まあでも一問だな。三大甘味、これね、いや結構言うてる。待って、萩の月となんて言うの。萩の月、赤福、あと一個なんかある。でも分からん、もうこれしかない。これね、結構散りばめられてるんよな、これまでにも。俺分かったわ、はい、俺ね、結構一緒に新幹線乗るときに、はい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 、持ってんすよ。お、ビール？移動中もちょっとずるいな、それ。ビール？いや、ね、行き場所が一緒だったから。熱燗？これは熱燗片手に。熱燗片手に。甘味だったらやべえじゃないか。ちょっと甘いからね、お酒。まあ、そうですね。オッケー、決めた、俺も。まあ、俺も缶やこれ。よっしゃ。こんな缶や。さあ、じゃあ一人ずつ発表していきましょうか。浦田さんからお願いします。抹茶フラペチーノ。なるほど。あー、なるほどね。強いよね。君お疲れ。私はね、雪見大福。なわけですよ。分けないって言ってた。いや、その流れで来たら、はいはいはい、ご当地かなと。お、博多通りもん。いや、違うわ、これは。なるほど。
さあそれではガチやで、みんなこれこれもガチで、だいぶガチで来てるよね、みんなガチで来てるね、絶対頼む、確かにでかいな、確かに確かにでかいけど俺の勝ちだ。うわマジか、正解うんこか、うんこかそんなこと出すなお前ラジオでそんなことさあこの中に、はい、正解頼む一人います。うわうわうわ、ご当地かこれ、マジかよ。うわさあ出たか、三大甘味萩の月赤福、答えは通りもん、いらっしゃーすげーせんな、顔顔顔すご、顔すご、すご、君たちやってないよね、やるか、こんなの当たる、インサイダーやってる、インサイダーやってない、やってない、こんなの当たる、でも今のさヒントやったよ、ヒントヒントやね、赤福は三重県、まあ、それは分かってたんだが、なるほどね、え、こんな、うわすげえ、お土産だった、こんなご当地のものしか好きじゃないんだこの人いや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 、スイカズラが言うな、スイカズラが、いや分かってくれ、スイカズラむずいですさあということで千奈に1ポイント入りました、ありがとうございます、なんだ終わったわ、この調子でどんどんいきたいと思います、もう2ポイント入ってるから、ちなみに通りもん CM 待ってますよ、待ってます、博多通りもよろしくお願いします、福岡誰もかすってないけど、地域ほんまやで、誰もかすってない、そうじゃあ続いて第2問いきたいと思います、はい、ラジオネーム親子丼さんからいただきました、親子助けじゃん、それは違うの、実況者なのよ、はい、志麻さんといえば生態マンション、うん、どんなキャラでも声真似できてしまう志麻さんなんですが、はいはい、ニコニコ生放送で初めて習得した声真似は何、うわむずい、これはちょっと坂田答えてほしいかもな、えヒント、これニコニコ生放送で初めて習得した声真似、ちなみに坂田さんとファーストコンタクトを取った時は俺その声真似で言ってる、え、じゃあもうそれしかないじゃん、ずるい、え、言う、え、もうそれしかないじゃん、うわこれはどうか、いやもうこれ、いやそれで言うと千奈がその時代被ってないから、そうなのよ、お前らお前ら焦んだよ強い、焦んだよね、サービス問題完全に、でもこれだろ、あっせーなこいつら、あっせーあっせーあっせーな、どっわかる、二つある。おっと、これは悩んで。うわー、あのね、マーシーってね、そうなんですよ。何なんだよ。早く開けよ。うわ、これじゃないかも。うわ、やらかしたマジ。早く開けよ。いや、ちょ、もう一回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 。いい、書きな。それで変えたから間違えるパターン。あるパターン、そのパターン。やべえ、もう見えない。ちょっと信じてこれにしようかな。あるけどね。あのね、こっちだ。よし。はい。さあ、それでは浦田さんの回答オープン。多分坂田さんがその時に当時にやってたのがキョンなんですよ、はいはい、小泉、おお、はいはいはい、新八だと思ったんだけど、さすがに新八ではないだろう、なるほどね、こっちの確かにちょっと特殊やもんね、確かに確かに、じゃあ坂田さんお願いします、久しぶりだなスネーク、おお、終わったじゃん、あんたは昔からスネークだったんだぞ、分かんなかった、それかこれはシンプルに分からん、新八くん、まあ、なわけだ、割れたね、さすがに新八ではない、いや全員割れたね、割れたね、メガネも割れた、さすがに新八ではない、割れてない、初めて習得したものこの中に答えいます、よし、おー、こい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 、じゃあいきます、待たせたな、おー、正解はスネークでした、すごいすごい、おーよっしゃー、1ポイント確定、ずるくない、ちょっと思い出ないもん、知らないじゃん、知って知ってよ、ハッピーハッピーハッピー、それで絡みに行ったもん、なあ俺らは絡まれてないもん、それではぁ、お前じゃん、はぁじゃねえ、はぁじゃねえ、まあ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 、まあでもね、そういうのもある、思い出も入るのよ、思い出もね、確かにね、やっぱりそれも一つね、当時二人でしょっちゅうな、カズヒラミラーとスネークでこっちやってましたからね、懐かしいな、懐かしいですね、やっぱ友達だよね、いいよ、さあじゃあ第3問目、違う盛り上がり方してるやん、分かんなかった、第3問目いきます、はいはいはい、ラジオネーム炊飯器になりたいさんからいただきました、はい、誰よ、カプコンのバイオハザードシリーズが大好きな志麻さん、好きよね、ほんまに、いやでもこれね、あの、ありますか、ちゃんとそんな志麻さんがなんやかんやってゾンビだらけの世界に来ちゃいました、はいはい、どんな武器で戦う、分からねえなんやかんや、一番好きな武器ってこと、つまりいやまあ俺がこの今のこの現実世界でゾンビが来た時に何で戦うかって想像した時に、じゃああれだ用意できるものだきっと、そういうことで、うん、そういうことになるね、そういうこと、用意できるものでしょ、だって拳銃とか使ったらさ持ってないじゃないってこと、持ってないってことやから、もうだから俺もマグナムとか書こうとしたけど、現実で用意できるものは、ロケットランチャーとかガトリングガンとかそういうのじゃなくて、うわスナイパーやと思った、ねえ、あー確かにね、現実世界で戦うもの、
もうこの世界がもうバイオハザードに侵された時に、うん、どうするか。あのね、エアガンで人は殺せないからやめてね、絶対に。エアガンなし、俺も答え決め、あの書いてるから、ね、うん、いやこれむずいね。いやわかんねえこれ。一つ聞いていい、うん、家にあるものですか。ヒント出しましょうか。ヒント、うん、家にあるものです。おじゃねえわこれ、木刀なんて。自分家で考えましたこれや、自分家で考えた。自分家で起きた時に、あこれで戦えるなっていう。なあ、もうこれでいこう。もうダメだこれ、ちょっと難しいかなこれはな。よしむずこれ、うん、おー、書きました。1ポイントだけ取りて、せめて。オッケー、元取ってよ。いやむずいわ、これ。ちょっとむずいかもしれんね。結構ね、浦田の時とは難易度がまたちょっと違う、また違う、うん、連想できないこれ。それでは浦田さんの答えオープン、はい、シャワーヘッド大喜利やん。大喜利としたポイント高かった。いやいや、もっとあるやろじゃあ坂田さんオープンお願いします。模擬刀の先制攻撃鍋、龍が如くでもらってた。あー、なるほど。何それ。あ、お前そんなんでしょ。なんか相棒とか言ってたけど ね、 あ、もらってたよね。あ、もらってた、配信でやってましたよ。はい、あ、そういうことね、うん、はい、じゃあ千田さんオープン。鍋。鍋、あ、まあ確かにね、鍋見たとね、 いいよね。あの PUBG とかでも ね、 ね、使えるし、フライパンね、防御もできるし、防御もできるし、確実に違う反応やったやん、はい、それもいいよねって言ってたもん。よし、正解者いなさそう。包丁じゃないだろ。いや、これね、ちょっとどうなのかなっていうところなんですが、答え、はい、僕と。うわあ、坂田がまあちょっと惜しい。うわ、 0.5 ください。なんてことしてしまったんだ。 0.5 ください。 0.5 ですね。でもやったー。待って、なんで家にあるの僕と。いや、これあの銀玉の銀さんのコスプレした時に洞爺湖買ってて、そそれさ、坂田の質問はさ、うん、一般の人の家にあるもんかみたいな話だったよな。そ う、 そ う、 そ う、 うちの家にあるもんな、まあ、言ってたもんな。僕とはねえだろうとか言って消しちゃった。うわー、強い。そろそろ帰るか。変えないで。浦田、果たして1ポイント取れるのか。あれ、これで坂田が2ポイントになったの。いや、 1.5。 あ、じゃあ 1.5 と2、うん、じゃあラスト前半戦もう1問いきます。よっしゃ、絶対当てよ。4問目、ラジオネームともさんからいただきました。ともな。志麻さんが使っていた中学校時代のハンドルネームは何。おー、OK、はい、来た。あ、分かった。知らんな。これ結構特徴的やったね。俺よく言ってたよ。あ、そう、うん、俺忘れられへん。え、今と近い。ヒントあげようか、うん、やめなよ、何言ってんだよ。いや、一点も取れてないんです僕は。分かった、やめます。別に当たったって取れるやん。取れたらでいい。あの、うん、ダサい。おい、誰がダサいよお前。お前キモい。書けねえな。キモい、ダサい。キモいね。はいはい、漢字書けん、漢字。めっちゃカッコつけてると思うよ、多分。うん、最強やと思ってたからね、うん、やっぱりね。なるほどね。これじゃなかったっけ、最強のね。じゃあ行きますか。お、千田が、千田迷い、迷いなく行け、もう当てに行け。オッケー、漢字が。さあ、それでは浦田さんの回答オープン。フランス帝王。おお、あ、やべ、おっと、フランシスって書いてもらった。フランシス全然ちゃうよお前。やべ、お前何、フランス帝王。フランス帝王。で、坂田がフランシス。レイ、レイ。レイかっけえ、かっけえ、かっけえ、かっけえよ。レイかっこよすぎる。かっけえよそれ。フランス帝王とか言ってたよ確か。そうだ。さあ、やってた。答えはこちら。言ってた。フランス帝王。やだー。うわー、割れる割れる。ああ、マイク割れる。すごいすごい。すげえ。危ねえ。浦田さん1ポイント獲得。フランス帝王です。これでうわー、フランス。ちゃうわ。黙れ黙れ。レイ、レイって。これが昔からいる仲だぜ。それはすごいです。すごい。聞いたことあるわ。そうなんです。フランス帝王。配信で言ってた。配信でラジオで言ったことがあって。そうなんです。追いつける、追いつけるぞ、はい、というわけで島尾の前半戦はここまでです、はい、後ほど後半戦もお送りしますのでお楽しみに。おー、面白い。ありがとうございます。すごい。A&G アーティストゾーン、浦島坂田戦のザキャッチ。お送りしています。牛刺せにぎにぎ。大丈夫。大丈夫。レイ君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 大丈夫。ごめんなさい。レイってそんな声なんや。ごめんなさい。ではここからはふつおたをご紹介していきましょう。ラジオネーム猫ちぐらさんからいただきました。はい、
浦島坂田線の皆さんこんばんは。辛ラーメン私も大好きでよく食べるのですが、個人的にプルダックポックンミョンも似た系統の辛さをしてて美味しいのでおすすめです。浦島坂田線×激辛は2021年の夏ツアーの幕開き企画も思い出しちゃいます。時に体も張ってクルーのことをいつも全力で楽しませている浦島坂田線、本当に大好きです。何ちゃんやったっけな、3文字やったな。クリス違う、まあやってたな、忘れた。多分コメントの方が出てくる。そうね、あ、モカモカ2文字じゃん、2文字だった。マイナス、なんで俺がマイナスやねん。レイ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 とモカ、レイナイスカップル。この中で激辛めちゃめちゃいけるよって人いる。無理だ、めちゃめちゃ無理。あー、みんな無理、俺も無理やね。怒る、汗止まらんわ。怒る、もう切れる、度があるよね、限度が。美味しく食べれなくなるのがきつい。ココイチってもう3ぐらいからちょっともう辛すぎる。3ぐらいは無理やね、かなりから、ね、3は無理や。普通に3ぐらいの辛さを7、8ぐらいにしてるよね、なんか、うん、おかしいよね。おかしい、うん、でもコラボは待ってます。ちょっと控えめすんな。辛ラーメン待ってます。何でも欲しがるからね俺らはね。通りもんも、はい、ありがとうございました、はい、というわけで、ここで1曲お送りしたいと思います。だ浦島坂田線で全身全霊好きさ。甘くてほろ苦い一口をあげよう。A&G アーティストゾーン、浦島坂田線のザキャッチ。お送りしていますしだせにぎにぎ。それではここからは島を後半戦に参りましょう。よいしょ、はい、くぜ。現在の各メンバーの獲得ポイントは、浦田ぬきさんが1ポイント、はい、坂田さんが 1.5 ポイント、はい、千羅さんが2ポイントとなっております。さあやっていきましょうかね、どんどんやっていきましょうかね、はいはい、さあまだまだ分からない、まだまだ分からないよ、挽回できますからね、逆転全然、はい、うん、さあそれでは第5問目、ラジオネームひうたさんからいただきました、はい、2023年島さんのソロアルバムバイオレット、うん、3曲目の永遠のシナリオ、元となったシナリオはどんなシナリオでしょうか。はっ、どういうこと。永遠のシナリオっていう曲があるんやけど、元となったって、ね、流れてたな、昨日の配信で流れてたよ、なんか触れてたよ、あ今流れてるわみたいな言ってて、あ流れてたわ。でこれはそのリファレンスで、うん、まあとあるこれをこんな感じにしてくださいっていうので送って、で個人の放送とかでは結構こすってたりするんやけど、何をストーリーってこと、何々のストーリーって言えばいいの。そう、まあストーリー、どうこういう物語みたいな。もう想像や。でちなみに永遠のシナリオは結構ウェディング系な、ウェディング、結婚式というか出会いの曲です。それは結婚した、結婚してます。えそれは何、答えじゃないの。いえ、すごくね、何かモチーフってことでしょ。でもそう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 、お話の、そうそうそう、えさあ有名なお話があるってこと。いや有名なというか、しも完全オリジナルじゃないの。オリジナル、オリジナルやろ、それを当てに行くんやろ。そうむずすぎ。
でも、でも何々の話って言えるってことやんな。そう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 、分かった。これをモチーフにしたけどこういうことだよってことでしょ。うん、分かった分かった、いけるいける、うん、簡単すぎたわ、もう震えが止まんね。すごい、震えが止まんね。簡単やったのに、ビビってるじゃん。それちょっと足震えてる、持ってるのかなみたいな。むしゃぶるいな。モチーフわかんねえ。でもちょっともう勘よこんな。はい、勘ですかね。はい、それでは浦田たぬきさんお願いします。モチーフなんで、あのロミジュリの話をモチーフにしたこう話。なるほどなるほど、うん、結婚したけど有名なね。そうそう有名な、はいはいはい、坂田さん、うん、でもこれも俺曖昧で、愛した人を亡くしてしまった悲しいお話。結婚したんじゃないの。スピル、スピル、愛したスピルや、スピルや、それ俺の悲しいお話。いや、いつも亡くしてるから、ね、確かにいつも大体、うん、大体殺すね、はい、俺は自分の両親の出会い。おお、まあエモいですよね。エモいですね、うん、正解は、正解は自分の両親の出会い。おお、センナすごい、いやいやいや、センナすごい、ありがとうございます。え、君たち打ち合わせしたよね。やるか。そんなん言ったらお前スネークの問題かと。そんなんかい。打ち合わせしたよね。できるか。そんな当てられる？すごくね。いや、両親の慣れ初めをそのままちょっと送らせてもらって、なんかできた曲。いいよ優勝で。当てれへんな。勝って勝って。今のどうせ今の出たら、でも俺はこんな難しいの当てましたしができるというか。フランス手落ち着いて、フランス手よ、うるせえレイ。さあ、じゃあ次の問題いきたいと思います。フランシスもいますよ。フランシスってお願いします。次の問題を、貴族来てるやん。フランシスもいますよ。どっちかというとザビエルやろお前。フランシスコ、シスコ、シスコの方や。はい、じゃあ続いての問題いきます。ラジオネームハリミヤさんからいただきました。ソシャゲにキャンプと多趣味な島さん、毎週金曜日の午前中とあるものを欠かさずチェックしています。それは何でしょう。毎週金曜日の午前中とあるものを欠かさずチェックしています。分かったぞ。それは何でしょう。分かったぞ。全然分からん。分かったぞ。おっと、浦田たぬき選手これね言ってました。そう、俺は配信とか言ってます。この人でラジオでも多分言ったことある。この人言ってましたよ。マジ金曜日に。あんね、金曜日なんかあるかな。わかりましたよ。全然わからんな。新作が出るんですよね。おっと、シーマさんの新作が出るんですよ。これよく言ってました。言ってますね。全然わからん。はい、これでもし合ってたらちょっとドン引くわ自分を。適当なこと言ってるけど。いやでもこれだな。全然わからん。両親の出会いってかけ。何をチェックしてね毎週。何関連だ。両親が仲いいかのチェック。これは言ってるし、うん、そうね、うん、言ってるわ。もうこんなん分かれへん。なんだっけな、ま、待ってな、あの三国志みたいなあのゲームのチェックはやめてね。あ、それゲームの名前まで開けらなあかんの、ね、いやいや、まあまあ何をしてるかよね金曜日に。三国志ソシャゲの関連ってこと。知らん。あ、いや、それ多趣味って話してるけどね。ソシャゲにキャンプと多趣味な。じゃあ趣味に関連してるってことやね。でも三国志とかさ、こういうこと言うと言いそうじゃない。三国志のなんかデイリーが金曜日。わからん。ちょ、帰るわ、うん、全然わからん。もう帰る帰る。 DMM じゃないっしょ。帰るわ。俺かすって 0.5 ポイント取りに行くわ。ちょ待って。かすって、あ、かすり狙いに行く。 かすれーイエーイ。当たれーじゃなくて。当たれーじゃない。デイリー、はい、チって音がしたらもうええから。来ました。はい、さあ、さあ出揃いました。浦田さんの回答オープン。三国志のデイリーチェック、まあ、金曜日、まあ、ゲーム。そう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 、三国志な。まあまあ確かにね、金曜日。俺も坂田さんやってるゲームのアプリの更新をチェック。あ、まあ似たような。似たよ。かすれ。似てるね。じゃあ千田さん、 AV の新作。俺もそっちだと思った。いやー、それどうせ DMM じゃねって。いやいや、マジよ、やっぱりね。いやいや、コレクション何楽しみにしてんねそんな。それでは回答はこちらです。DMM の新作。やってるじゃんこれ。セーナ正解。セーナ正解。すげー。え、ちょっと待って、自分も信じられない。何が起きているの。すごい。何が起きているの。なんで自分を信じられない。本当に。いや、この話した時に坂田も、いや俺もなんかよく巻き込んでくんなよ。僕も巻き込まないでよ。俺もよく、うん、僕を巻き込まないで。当たってもないのに。当たってもないのに。巻き込まれてるやついる。範囲攻撃か。
誕生日にあの5万円のチケットありがとう。そう、去年の坂田の誕生日に DMM ポイント5万円分さぞ楽しめただろうな。さぞ楽しんでる。まだ扱ってないんだよねとか言って。いや、フランステイオがなんか怒ってる。フランステイオすげえ。フランステイオ、俺も DMM って書いてたんですよ。あー、言ってたもんね。言うてた。そう、自分を信じられなくなってしまった。なんでなの。なんで自分を信じられなくなってしまった。僕とはわかるけど、でもマジで DMM。 いやでも今日すごいな。もうダメだ、センラすごい。マジで君たちはもうバチバチ。もう僕は勝てないよ。諦めるんだよ。まだあるから。まだいける。まだある。まだ全然時間あるから。まだいける。じゃあ続いての問題いきます。まだ時間じゃない。ラジオネームねるなさんからいただきました。はい、今回は島尾の開催ということで、早速ですが質問です。はいはい。島さんが配信中に乾杯をする時の掛け声は何でしょうか。うわ、なんかやってたなこいつ。乾杯。違う久しぶりだよな。違ういやー俺たちも32だぜ。ごめんな友よ、ちゃうな。いやなんだっけ、言ったのね。傾向って俺求めない。でこれはラジオでも一回触れてます。牛させ配信の時もね、コメントであったんだ。そう うわーわかんねー。あー絶対聞いたことあんないはずやねんけどな。しかもこれ多分先月ぐらいに多分触れてるね、ラジオで。配信でやってるってことやね。俺の配信ではやってて、でラジオでもその流れてて、これ何って誰かが触れて、あ、それはうちの配信でやってるやつやね。あ、じゃあもういわゆる世間一般で回ってるものではない。うん、やべえ、これ当ててくれ誰かも頼むから。これむずいな。これむずいですね、ちょっとね。方言でもない。方言でもない。ヒンティアかミンティアくれ。ミンティアお口スースーすんの。ヒント、お、ちょっと長いかも、ね、長い。俺たちは血液だとか言う。言わねえよ。そうか。で俺のインスタにはね、動画として残ってるんで。え、長い。え、見てねえ。もう5文字とかそんなもんじゃない。じゃない。見てねえじゃないか。見ろ。だから撮れないんだお前は。もうこんなん、もう大喜利に行くしかなくなっちゃったよね、もう追い詰められて。お、結構真剣にみんな、ちょっと長文で考えてくれてますね。乾杯の字にこすってんの。乾杯の字は一応まあちょっと分かんねえな。言ってはいますね。乾杯とは言ってない。乾杯とは言ってないです。なるほど、はい。X のハッシュタグは今盛り上がってるんじゃないでしょうか。ちょっと今見たらカンニングになるから。今見たらカンニングになりますからね。あーでもやっぱりコメン、X のコメントではもう答えが。ちょ、一回見せて。いや、見せるか。ダメか、ダメか。何をカンニングしようと。堂々といけばバレない。逆に、うん、さあ、結構みんな長文に考えてくれてます。さあ、答えれるか。まあ、ちょっと長いのですいません。点5ポイントが入る可能性は大いにあります。わからないですね。これはいい問題やけどむずいな。いい問題。いや、大喜利じゃないよ。大喜利の問題じゃないよ。むずいな、ほんま。ちょっとね、今度ちょっとかすりに行こう。ちょっとね、もう無理だこれ。分かんない。じゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあ浦田さんの答え。考えるだけね。じゃあね、この回をもって、皆さんとの親睦が深められればいいなと思いまして、ニコニコに、あなたのハートにニコニコに。ラブライブや。矢沢ニコやそれ。英吉？英吉ちゃうねん。世界ちゃうねん。世界じゃないのよ。音乃木坂の矢沢ニコや。日本だ。あんた国内の矢沢か。国内一応。世界やね、一応。世界やの人。坂田さんお願いします。坂田面白かったから今2ポイント。君の瞳に、あ、いや俺のほくろに。乾杯。音鳴るか。乾杯ちゃうねん。どこで大好きだよ。大好きだよ。付け加えない。ないね。付け加えない。大好きだよちゃうねん。ないのやめろ。書いてないねん。矢沢。矢沢ちゃうねん。矢沢いねえだ。俺やっぱりね、マーシャやっぱり宗教界から、教祖やから。教祖やから。神様、仏様、島様、大好きでーす。ごく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 。確かに。この中に正解いる？いやー、ちょっとこれ難しかったですね。正解はこちらです。何ですか？ごぞしみKP。そうですか。うめえうめえ。
何その何なんそれ何そのおもんないおい気象とか言うなでもねごぞしみはなんか見たことあるわそうそこでラジオで触れてんごぞうし、ごぞうしっぷにしみごぞうロップにしみ渡るやん何ねごぞうしってごぞうしっぷお前ロップじゃないんやごぞうしっぷにちょっと少なめの新しいしっぷねうん、そうそういやむずいな惜しかったいや結構惜しかったねみんなどのもう捨てたよねそうそうごぞうしみ一番最初に消してるし 0.5 いやごぞうしみは確かに聞いたことあったわあったごぞうしみはあったごぞうしみなんですよむずい考えでいけてたかもいけてましたね、やってまたなまだちょっといけるということなのでよっしゃ、まあ、もう一回行きたいと思いますじゃあ続いての問題、はい、ラジオネーム桜の美代さんからいただきました、はい、千葉さんの家のトイレにはとあるアニメのポスターが貼られていますそのアニメは何でしょうかいやこれいや今のだろ自分を信じた本当あのね彼はね昔から追ってたものがあるんですよほうさすがにもうこれよこれじゃなかったらね怒るわ怒るアニメ今超でかい声だったすげえでかい声だね今アニメびっくりしちゃったアニメですよびっくりした、はい、とあるアニメのポスターが貼られてますもう名前忘れたけどなでも好きなキャラはちょくちょく聞いたことあんねんまあちょくちょく変わってるけどね、はい、ちなみに目移りの多い男だ当たらんちゃうえマジじゃあヒントだ、まあ、ヒント頼むよヒントあーじゃあめちゃめちゃヒントいいやった作中で死にますえそのまあ貼られてるキャラが作中に死ぬエースおえあエースおまあ、死ぬキャラが出てくるアニメじゃあ男女どっちですか男のキャラが死にますでそのキャラのポスター男の子のキャラえ男のキャラの最近貼ったね2年ぐらい前2年3年前死ぬ最近やった男が死ぬ男が死ぬえ男が死ぬオルフェンズわかんねえ結構でもいるからね死ぬやつは、死ぬキャラいるわな最近更新活躍、ね、なんでどうやって死んだいや結構アキネーターみたいなこと死んだでもマーシーがそんなハマるものってあんまないのよね。どうやって死ぬの？でも絞れるよね、そう思うと。どうやって死んだ？あ死に方による。分かんないな。死に方切られ切り殺された。なんだろう。正味、俺はめっちゃ泣いた。泣くんや。泣いた。めちゃめちゃ泣いた。え？ズビズビって言いながら。ズビズビって言いながら泣いた。チュパチュパ。泣いてないよ。チュパチュパ。何を舐めてんのお前。もうこれでいいやもう最大のヒントかもしれん。全然マーシーが泣くような、まあアニメの作品当てればいいんですけど、作品でいかん。俺はねもうキャラでいく。じゃあアニメとキャラどっちも当てたら2ポイントあげます。うわもうキャラ出せばアニメなんで2ポイントください。なんか交渉してるけどいや違う違う違う、ほらもうだそのキャラ出すあ、〇〇のねってなるから。あまあ確かにね、 それでもう、まあ、もうないわな。書いたこれでいい、これしかない。難しいな。さて揃えましたか。はい、もうこれ。それでは浦田さん回答オープン。ナルトのウチハイたち。わあいいね、はいはい、死にましたしね。そう泣くどう結構近くない？いやめっちゃ泣ける。近い。ウチハイ一族は読んでたじゃん。ウチハイ一族は泣ける。さあ坂田さん、キングダム王毅。終わった。終わった。ここそれだ。それだそれだ。チャンネルでもな、2年前じゃないのよマーシー。わらべ。わらべ島。頼む。そう。近いで、そう思いながら俺もキングダムって書いた。うわーっと、これは魔法陣ぐるぐる。これは最初に書いた。確かにキングダムは最近読み出したから。最近なの。キングダムはない。そうなの。ないの。2年前じゃないの。俺もそれと思ってん。さすがにこれキングダムだったらなんかこれ投げるかもしれん。やつに。わらべ島頼むわ。行くぞそっち。答えは。鬼滅の刃煉獄さん。いやいやいや、全然こいつ好きじゃないじゃん。いやいやいや、全然好きじゃないやん。映画見たし、DVD も買ってん。全然好きじゃない。そんなに話したイメージないな。ないいやいや、配信とかで聞いてるんだよ。俺らがたまに煉獄さんの話してたら、あああいつおもんない死に方してるって言うぐらい。言うかそんなことお前。言うかそんなこと。まさか割とライトなとこやと思う。割とライトな。みんなが聞いたことないよ。いや、うなたんのがもう行ったんちゃうかな。いや確かにいたしね。バカだろお前。なんで俺が事実ね。トイレに貼ってあるからもう。そう、事実トイレに貼ってるから。おー、トイレ終わるために席を全うしたって聞いてくるの。そうそうそう。もう全然ダメだったよ。
さあということで、お時間です。ぶち切ってじゃん。最終的な正解数を確認していきましょう。はい、じゃあもう順位いいよ、順位なんて順位なんていいなんでよ一応なんでよ正解行こうや、お願いします。じゃあ、ね、やっぱで一応、まあのさ2位からよく外れた人でしょ、1とか増える、はいはいはい、2位からそうマリオパーティー的なやつじゃないのボーナスポイント入らへんねん2位 1.5 ポイント坂田さん。あーまだあるわ、じゃあまだある、よしよし、まだある、1に行きましたな、まだあるぞ。さあ残すところ1位と最下位でございます。まだある、まだある、島王に輝いたのはまだあるわ、でん4ポイント獲得のセンナさんです。いやこれはね正直正直ミラクル、そして、浦田さんは1ポイントというところで3位でございます。自分を信じてたら3位いけてたかもしれないけど、でも結果論として僕は負けました、やはりなんでそんなみねすっきりしない感じでするの。なんでそんな自分で反省してんの。反省よ、反省、相手に対してじゃなくて自分を信じられなかった結果負けたってことです。これはもうすぐに居酒屋しません、しないといけない、居酒屋しません。これはやってほしい、公約掲げてましたから、やってほしい。いやもう通るの分かってたからこそのあの声やったからね。なるほどね、なんて言ってもやろうと思ってたけど、いや嬉しいです、仕組まれたよね、仕組んでないわ、はい、というわけで以上島尾でした。見せつけられた、なるほどね。それではここで今月の A&G 推薦曲をお送りします、はい、テレビアニメ魔女と野獣オープニングテーマ、そこになるで総門歌。A&G アーティストゾーン、浦島坂田線のザキャッチ。お送りしています牛田線にぎにぎ。それではここで島から個人的なお知らせがあります。おい、私島のワンマンツアーが5月5日から星をコンセプトにゼップツアーを行います、はい、やった。チケットは現在受付中、私の公式 X をチェックしてみてください、はい、そして、浦島坂田線から2月28日にハロウィン曲をまとめたアルバムが出ます、はい、特典も、これまでのハロウィンの、写真をまとめた一冊となっておりますので、うん、こちらも浦島坂田線の公式X をチェックしてみてください。インスタで上げてるんかな、なんかそのストーリーをね、ストーリーで一応こんな感じだよっていうのは。でもあれマジでガチでいいよね。でマジでガチでいい。ほんまにかいね。しかもさ、これまでってこう過去のものってこう顔隠してたりとかしてたけど、うん、今回のその冊子はもう全部出てますから。丸もろ出し。丸もろ出しですから。丸ちゃん。なんかビジュアル違くないってぐらいの。違う、実際違う。坂田のもみあげこんなになってる。いいよ。もみあげ。毛も長いし、眉毛もねえし、マロ時代の、マロ時代の、マロ時代の。さあそして来週の牛させにぎにぎの企画をご案内したいと思います。はい、来週は牛させにぎにぎ大喜利グランプリと題して、4人で大喜利に挑戦したいと思います。来ましたー。いやーこれはいわゆる、はい。地獄界というやつ。地獄界です。はい、見事一番一本を取れるメンバー誰なのか、うん、リスナーさんからは大喜利のお題を募集したいと思います、はい、例えば浦島坂田線の次に出る曲のタイトルが衝撃すぎる、うん、さてなんてタイトル、とか牛させにぎにぎ第、2852回目の放送、うん、どんな内容などなど、たくさんのお題をお待ちしております。お願いします。よろしくな。お願いします。よろしくな。さあまあ大喜利、うん、まあ我々やっぱりね、ええ、ちょっとまあ小手先だけで生きてきたよ、まあね、小手先だけでね、はい、もうみんな得意って、みんなね、話しなかった、もう全然、もう毎回1本グラムグリ見ながら、1本グラムグラムグラムリ見ながら、グラムリグレムリ正直見ながら、なんか甘いやんこれってやっぱ思ってしまう。もっといけんじゃん、そうそうそう、評価してる人、お手本を見せようかなと。俺やったらこうするけどねみたいな。今ちょっと軽くやっちゃうか。じゃあやらおっ、やっちゃう、怖い怖い怖い、時間も時間です時間も時間も時間も時間までメール読みます。来週がね、やりたかったけどね、やりたかったんですけどね。フリップおった、フリップちょっと、じゃあ坂田さんいつ読んでもらっていい。はい、読みましょう。
浦田さん、島さん、坂田さん、千田さん、ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。第8回島をお疲れ様でした。浦田王の時とはまた違う種類の問題で本当に面白かったです。確かに圧倒的王者千田さん、さすがでした。次は順番的に坂田さんかなって思うと、今からどんな問題を送らせていただこうかワクワクしています。こいつのやつやばそうやな。今日も本当に楽しかったです。はい、ありがとうございました。キチさんというかですね、キチさんからいただきました。うわ、坂田王か。いやでもなんかこうやって難しそうや、こうやって読まれるんやったらもうなんかだいぶケツの方まで持っていこうかな。逆にね、逆に予想通りしたくないよ。天の弱、もうそろそろと言われてるとね、確かに。まあでも確かにいつかあるかもしれない。いつかあるかもしれない。楽しみにしていただきたい。俺やったら全問正解するわ。あ、マジ？間違えたら切る。切る？何を？いろいろ。何を切んねん。怖すぎるやろ。自分のを切ってね、切るなら。チョキンって。チョキンって。耳に穴、はい、じゃあもう1つぐらい言っときますか、はい、じゃあ浦田さんお願いしてもいいですか。僕が読むよ、うん、お願いします。ラジオネーム、ゆうきりんりんごさん、いらっしゃいました。今日の島王めっちゃ面白かったです。 DMM の話で坂田さんも一緒に火傷してるの面白かったです。坂田さんはあまりそういう話をしないので、坂田家としてレアで嬉しい限りです。坂田さん楽しんでくださいだなんかな、 何を楽しむ、何を。いや別に DMM っていっぱいあるから。そうそう、ゲームとかもあるし、アニメもあるし、そう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 、アニメいっぱい見ちゃう。まあ何を楽しんでるかはね。煉獄さん見よう。あー、いいね。ポスター貼っちゃおう。ね。そうね、うん、確かにね、うん、あ、いろんなことやってるから DMA はね。そうそう、ほんまになんか、うん、CM とかでも ね、こんなこともやってるんやみたいな。タクシーに流れてくれて、いやいやいや、お前はこれだけやっとけよみたいな。違う違う、ね、刀剣乱舞やってるしね、 DMA。 あ、そう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 、そう、カンコレとかもそうですね。カンコレもそうやね。いつかコラボ待ってます。待ってます。 DMM 浦島坂田さんやりましょう。まあ俺ら刀剣になれるからね。確かに、あ、なれるか。木刀でなれるか。木刀というのでね。うん、どういうこと。はい、さあよくわかりませんが、メールありがとうございました。はい、それではここで今月の A&G 推薦曲をお送りします。はい、テレビアニメ佐々木とピーちゃんエンディングテーマ、大西あぐりさんで I'm My Girl。 A&G アーティストゾーン、浦島坂田戦のザキャッチ。というわけでじゃなくてお送りしてきました、浦島坂田戦のジャカッチ。今月は3月13日発売ニューアルバムビビットからアスカさんでビビットワールドを聴きながらエンディングです。さあ島を無事終わりましたが、いや面白かったね、盛り上がったね、今日もめちゃめちゃ盛り上がりましたね。俺の回とマジで違う感じでよかった。うん、ぶっちぎって村田のやつも盛り上がってたしね。難かったね、難かった。今日なんかあの難関大学って感じの雰囲気なかった。なんかこうちょっと模試みたいな、ちゃんと講義受ければよかった。もっと狡猾に点を取っていくべきだったな。結構見逃してたもんね。見逃してた、ね、なんかあの変えちゃダメやもん。でも意外とこう思い返すとなんとなく知ってる言葉とか、ね、あったあった、記憶の奥底にはある問題が多かった、うんうんうん、俺両親の出会いだけは無理だったわ。あれすごかった、ね、あれで優勝決定したもん。なんかお前そこまで知ってんの逆に気持ち悪い。やろうが別にいいだろう、逆にいいじゃねえか。うん、いやまだいいよね、いい感じの結果となりました、はいはい。まあ、次回はね大喜利ということで、はい、皆さんたくさんのお題をお待ちしております、はい、よろしくお願いします。いやー、ちょっとおもろそうなお題してほしいね。ちょっと、うん、あの創造性を駆り立てられるような、ね、ほんまに多分聞いてる側も頭かきむしるぐらいの地獄の空気が流れる。いや流れるで、ね、やばいよね、ほんまに。の日はしかも一番怖いのがさ、うん、例えばウラタンが笑い取った時とか、うん、まあ、坂田が取った時とかマッシーとか、うん、その俺より前で爆笑来た後に、いや、めっちゃ怖い。それはめっちゃ怖いね。ウラタン一番最初に基本的に、だから来週は逆から始めよう。なんでやめろ、やめろお前、自分がお前怖い。お前の袖にいや、もういいや、もういいかもういいわ。いや、動揺が走った。でもあれじゃない、あの一本グランプリと一緒で、うん、思いついたらすぐ行くみたいな、うん、あなるほどね、それ式自信ありまで上げて俺行きますみたいな、はい、坂田さんで、ピッて上げるみたいな。意外にハードル高いよねあれ。めっちゃ高いよね。すごいね。で数打てばそれはポイントは稼げるかもしれない。なるほど。でもその分滑るかもしれない。確かに。やけどするかもしれない、ね、というリスクと、はいはいはいね、そうですね、はい、ということで、まあ、来週はね、どんなお笑いが生まれるのか、はい、ということで、それではお時間となりました。ここまでのお相手は浦島坂田戦の島と
浦島坂田線の浦たぬきと隣の坂田と千羅でした。ありがとうございました。ボンバイ、ボンボン、シャキシャキのキャベツ、キャベツ食べた。